いろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。明けましておめでとうございます。ご視聴ありがとうございます。ミラクヤの花澤です。セラピストフェス2017を行います。去年亀戸のライティングハウス東京さんで行いましたセラピストフェス2016、とても好評でした。今年も行います。セラピストフェス2017、講師陣はリタジネンの水谷平さんと世界の幸せ試験さんと私リラクヤの花澤でお送りいたします。日付が2月25日土曜日です。時間は12時から16時半です。そして場所は前回と同じく亀戸にありますライティングハウス東京さんです。内容ですね、一部12時10分から13時10分私がトップバッターです。冷えは万病のもと、花ちゃんの簡単速攻マッサージ、セルフで温活足から元気っていう内容でお届けします。第2部13時15分から14時15分県のハッピー肩もみ講座、癒しの花を咲かせましょう。こちらは県さんがやってらっしゃるフリーマッサージですね。簡単に座った状態からとかちょっとした時間で癒しを提供できる肩もみを県さんが伝授してくださいます。そして第3部14時30分から15時半、はい、筋骨経血を知ると世界がガラリと変わる、セラピストのための解剖経血学講座ということで、すごく勉強を詳しい平先生がですね、分かりやすく筋肉とか骨経血について解剖学教えてくださるということですね。そして第4部15時40分から16時30分セラピストビンゴ&交流会ということで、ビンゴ大会といらしていただいた皆さんが交流の場を持っていただく時間も設けております。で、価格が1万5000円となっております。第1部に私1時間使いまして、シアセルマを使って皆さんにご自身でセルフの足のリンパマッサージをやっていただきます。シアセルマというのはシアバターを原料にしたバーム状になっているクリームですね。私とシアバターアクセルマ協会の方3人とで、側部と脚部のセルフマッサージをお教えします。で、この寒い時期、乾燥ですとか冷えですとか足元の不調が気になっている方も多いと思います。足のセルフマッサージの効果をここに書き出しました。足はやっぱりご自身でやるのがとっても効果が高いんですね。なぜかと言いますと、毎日のデトックスっていうのがすごく健康美容に効果的だからです。足は腕や顔や、お腹とかと違ってかなり見づらくなってるんですよね。足は一番下にあって重力の関係で一番汚れ老廃物が溜まりやすくなっています。しかも足元は土台であるにもかかわらずあまり注意されてないんですね。毎日すごくぎゅうぎゅう靴で押し付けられたりですとか締め付けられたりですとか、立ったり歩いたりかなり疲れが溜まってます。皆さん人から受けるマッサージ、足のマッサージももちろんいいんですけれども、たまに人からやってもらうっていうだけではやはりなかなかその場しのぎになってしまいます。そこで毎日簡単にセルフマッサージをしていただければすごく健康美容に役立ちますので、ぜひ覚えていただきたいなと思って今回このような講座内容に決定いたしました。で、順番にちょっと言っていきますね。
足痩せ、足ってなかなか痩せにくいんですけれども、ご自身で毎日マッサージを習慣にしていただくと必ず足は細くなります。足には老廃物がとってもたくさん溜まりやすくなってますので、まあ、リンパの流れは動かしたりマッサージがとても効果的になりますので、ぜひこれをやっていただくと足痩せ効果期待できます。で、足痩せに効くということはむくみや疲れや冷えにももちろん効果がありますよということですね。代謝を上げてデトックスをします。で、足っていうのは第二の心臓と言われたり全身の縮図と言われたりしますよね。つまり病気の予防改善にいいんです。足やふくらはぎっていうのはもう健康のバロメーターで、足の色だったりとか感触だったり、体の状態が悪い方は必ず冷えとか硬さとかむくみとか色が悪いとか、もう見たり触ったりした時にやっぱりちょっと健康的な弾力のある、や柔らかくてあったかくてっていう足とは違ってるんですね。なので自分の健康チェックにもなりますし、将来の病気を防いだりとか今の不調を改善したりということができます。で、具体的に言うと安眠とか、しっとり肌とか静脈瘤の予防改善とか、足のつりが夜起きるという人にもいいですし、足の変形予防にもなりますね。それから、肩こりとか腰痛とか代表的な体の、循環不良から来ているような血行不良ですよね。足をマッサージしてあげることによって循環が良くなるので肩こりや腰痛にも効果があります。もちろん美脚にもなれますね。それから精神安定にもとってもいいです。自分をなかなかいたわってあげる機会って少ないと思うので、自分で習慣にしていただくと、で特に足っていうのは普段触らないところなので、足をちゃんとケアしてあげるっていうのはすごく、あ、今まで見てなかったな、こういう風だったんだなっていう発見につながったりとか、そして普段やってないだけにやった時の変化もとっても分かりやすいのですごくおすすめになります。今の時期ですと特に足が冷たくなって夜眠れないとか、足がガサガサになってて恥ずかしいとか、ストッキングが伝染しちゃうとかいう方多いと思います。それらの改善にもとってもいいですので、シアセルマ使っていただくことで肌が滑らかになりますし、肌がしっとりして暖かくなってっていう風になるとすごく気持ちよく自信も持てますし、ぜひ皆さんに覚えていただきたいので、誰か一人だけにやるっていうのではなくて、皆さんに一度にやっていただきます。フェイスタオルとズボンですね、足がまくれる格好でいらしていただくか、ズボンお持ちいただくかしてください。それで、足出していただいて座っていただいて、私とシアセルマ協会の3人合わせて4人で見て回ったりしながらレクチャーしていきます。自分でぜひ覚えてその日からでもやっていただけるように簡単に覚えられる内容です。やりやすくて簡単で効果があります。そういう足のセルフマッサージを皆さんと一緒にその時間たっぷり1時間使って分かりやすく解説していきますので、ぜひご来場ください。申し込みフォームは説明欄のところに書いておきます。コメントでも書くつもりですけれども、セラピストフェス2017盛りだくさんの内容ですね。自分をほぐして、周りの方をほぐして、そしてそのために必要な知識についてもしっかりと知れる、学べる、そして楽しくたくさんプレゼントもご用意しております。私の申し込みフォームから申し込んでくださった方にはリラクヤ15本無料体験チケット、もしくは私の手作りブレスレットを差し上げます。
で、ね、席を通したゴムのブレスレットです。どちらかお好きな方、15分無料体験チケットかブレスレットかお選びいただいて差し上げます。それでは皆様のご応募お待ちしております。去年30名ほどいらしていただいて、今年もそのぐらいの人数を、想定しております。で、今すでにその半数近くのお客様のご応募いただいております。どうしようかなと考えてると埋まってしまうかもしれませんので、あ、良さそうだなと思った方はぜひお急ぎください。ご応募ください。お待ちしております。今このアリスの格好をしてますけれども、アリス風と言いますかね、してますが、この格好でセラピストフェス出るわけではないです。一応、ちょっと高級なエステティシャン風っていうので、ツイッター投票で、ご要望があったので、それをしようかとは思ってるんですが、まだ確定ではないです。すいません、なんかこういう格好でしてほしいというのがありましたら、ぜひ私の、ユニフォームご希望のものがある方はコメントをしてください。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今年はいろんなことに挑戦する予定です。実際もうちょっといろいろ始まってます。今までやったことないことに挑戦しております。応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。3月15日にはリラクヤ DVD も発売予定です。ぜひそちらのご購入もご検討ください。ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you。2017年3月15日リラクヤ花沢の DVD が発売になります。ぜひ皆さん買ってください。ももはさんも参加されています、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。